サッカー日本代表さん。ヨルダンとの練習試合の結果。1月14日に行われるアジアカップ、初戦のベトナム戦に向けて調整中の、日本代表 FIFA ランク17位が休暇、開催地カタールのドーハで、同大会に出場する、ヨルダン代表ドーハ17位と非公開で、練習試合を行った。本番前最後のテストの場となった、このトレーニングマッチに、日本は6-1で大勝。開幕に向けて弾みのつく勝利となった。メンバーも何もわからないけど、三笘久保らは出てないでしょう。でもこのスコアはすごい。相変わらず破壊力凄まじい。4点ノルマ達成やね。非公開なのにスコアは出すのかよ。1点返されてて草、実質負けやろこれ。1月6日以降の練習試合は、大会規定で非公開らしい。アジアカップ開幕が今週金曜。非公開やからヨルダン協会が出してる、スコアしか載せられんだけやぞ。何失点してんねん、細部までこだわってけ、でも6得点はないすよ。失点は余計だったけどヨルダン相手に、6点はかなり仕上がってきてる感じでいいね。ヨルダンは直近でカタールにも勝ってるから、決して弱くもないし。韓国兄さんは、イラクに1-0と新勝だったのに。ベトナム戦まで14日、本当に楽しみ。